2022年のペナントレースもレギュラーシーズンを終え、今年の日本一はどの球団になるかという盛り上がりを見せるプロ野球。その一方で各球団の戦力外や監督の辞任といった寂しいニュースも上がり始めました。広島カープは今季限りで3年間監督を務めた笹岡慎二監督の辞任を発表しています。今回は笹岡監督の辞任から来季の広島の組閣について考察していこうと思います。3年連続 B クラスの責任。広島のエースとして活躍した笹岡監督は2007年に現役生活に幕を下ろしました。14年からは2軍投手コーチを務め、その後1軍投手コーチを経て2019年に監督に就任しています。しかし就任1年目の2020年は52勝56敗12分けでリーグ5位に終わり、2年目となる2021年も63勝68敗12分けで4位と成績が振るいませんでした。球団の要請を受けて続投した今季は笹岡監督としても結果を出さなければいけないシーズンだったといえます。ペナントが開幕すると広島は1993年以来の開幕6連勝でスタートダッシュに成功し、一時は首位にも立っていました。しかし交流戦に入ると失速し最下位に沈んでしまいます。巻き返しを図りたい広島でしたが、波に乗ることはできず66勝74敗3分けで5位が確定してしまいました。2016年から2018年まで3年連続1リーグ優勝を果たした時と比べると寂しい数字となっています。そんな笹岡監督は10月2日今季限りでユニフォームを脱ぐことを表明しました。辞任を決めた理由について監督は次のようにコメントしています。ヤクルトが優勝を決めた日に家でテレビを見ながら、高津監督の胴上げを見ながら、自分は叶えられなかったなと思いながら、次の日球団に責任を取りたいという意思を伝えました。3年間でなかなか結果を出せなかったことを考えると、この辞任は仕方がないと言えるかもしれません。もっとも就任1年目はコロナ禍の中で開幕が遅れるという異例なシーズンでもあったため、笹岡監督にとっても不運な年だったのではないでしょうか。当時のことを振り返り、監督は次のようにコメントを残しています。経験がないので戸惑ったが、それはどこの球団も同じ。しっかり受け止めてやったつもりだったが、正直難しかった。どの球団も同じとはいえ、チームのやりくりには苦労したことがうかがえます。笹岡監督は今後について、まだ決まっていない。子供の頃からのカープファンでカープを応援し続けてきた。これからもファンとして応援したいと述べています。この記者会見の最後には記者からねぎらいの大きな拍手が上がりました。思うような成績は残せなかったものの、多くの人に愛された監督であったことは間違いなさそうですね。2023年新井監督誕生。そんな広島ですが、気になるのは後任の監督ですね。これまで次期監督は球団 OB になるのではと噂されていました。そんな中で候補として上がっていた OB は複数いました。メジャーリーグでも活躍し、そのチーム愛から男気の言葉が流行った黒田博樹氏。12年間連続 B クラスだったチームを立て直し、4年目5年目には3位という成績で見事にチームを A クラスに導いた野村健次郎氏。厳しさと気配りを信条にして3連覇という快挙を成し遂げ、監督として大成功した尾形浩一氏。さらには現役時代は兄貴の愛称で親しまれ、16年から3年間阪神で監督を務めるなど、指導者歴もある金本智明氏といった球界に名を連ねる OB たちが予想されていました。そんな中、球団は2022年10月7日新監督に球団 OB でリーグ3連覇に貢献した新井貴浩氏の就任を発表しました。監督要請を受けた新井氏は指導者としての経験はない状態での監督就任となりますが、関係ないと不安視はしていないそうです。さらに新井氏は仲間がいるからゼロじゃないとコメントを残し、かつてのチームメイトと共に作る新しい広島像を描いている様子。そうは言ったものの、やはり指導者としての経験がない新井氏の監督就任を不安視する意見もあるかもしれません。球団幹部は新井氏への監督要請について、フレッシュさが必要だと思っている、リーダーとしてチームを引っ張っていってほしいと期待を込めたコメントを残しています。またスポーツ紙デスクは今回の人事に関して、笹岡前監督の辞任の裏にはやや監督と選手の間に距離があった。例えば投手起用なども、笹岡前監督は先発完投にこだわり、投手交代が遅れたことが多々ありました。そうしたことにブルペン陣やコーチから不信感があったのも事実なんですとコメントを残している。
こういった点から現在の現役選手ともプレーした新井氏が選ばれたと言えるのではないでしょうか。広島の宝、新井さん。新井氏は1998年駒澤大学からドラフト6位指名で広島に入団。1999年は新人ながら53試合に出場し、105打席で7本塁打を記録すると、2年目となる2000年は特別強化指定選手に指名され92試合に出場し、前年を上回る16本塁打を記録するといった活躍を残しています。2005年は内田純三コーチの指導によるフォーム改造と、初球から積極的に打ちに行く打撃スタイルに変えたことが功を奏し、自身初の3割超えとなる打率3割5厘43本塁打を記録し、本塁打王を獲得しています。その後2007年オフに FA 宣言をし、当時阪神タイガースでプレーしていた金本氏を追って阪神へ移籍します。自身の著書阪神の4番では、移籍の最大の理由はもう一度金本と一緒に野球がしたいという金本移籍以来抱えていた強い思いであったことを明かしています。移籍1年目の2008年は自身通算1000本安打を達成。最終的にバッティングこそ成績を落としたものの、一塁手部門でゴールデングラブ賞を獲得しました。その後2014年まで阪神でプレーするも、この頃には代打中心の起用が目立ち、翌シーズンも同様の起用が確実視されたことから、新天地でのプレーを求めて自由契約となります。新井氏の獲得をめぐっては、右打ちの長距離砲の獲得を目指していた広島が獲得に名乗りを上げ、再び広島のユニフォームに袖を通します。広島に復帰した新井氏は41歳となる2018年にその現役生活に幕を下ろしました。一度は阪神に移籍したものの、広島愛を持ち続けた新井氏の監督就任はファンの間でも話題となっています。では新体制で迎える広島のコーチ陣はどうなってくるのか、予想してみたいと思います。2023年組閣予想。新井体制のコーチ人事について、鈴木清明球団本部長は10月8日、時間がかかる、秋季キャンプまでに終わらないかもしれないと明かしました。現在広島は今季ヘッドコーチ兼外野守備走塁コーチを務めた川田雄介コーチの対談を発表しています。広島は10月10日よりマツダスタジアムで秋季練習を行っております。新井氏が不在の中、野手陣を取りまとめたのは浅山東洋一軍打撃コーチでした。このまま球団からの発表がなければ、浅山コーチがチームに残る可能性はあると言えるでしょう。とはいえコーチ人事は新井氏の意向も踏まえながら人選を進める方針である以上、確実なことが言えないのが現状です。秋季キャンプで指導に当たっている浅山コーチは、何も決まっていない状態で動いている、選手もコーチ陣も戸惑いはあるとチームの状況を明かしました。そんな新体制を迎える広島のコーチ陣が一体どのような顔ぶれになるか気になるところですが、実はすでに入閣が期待されている OB がいることはご存知でしょうか。それは先ほど監督候補にも挙げられていた黒田氏です。黒田氏と新井氏はお互い現役時代のチームメイトであり、広島を引っ張ってきた2人と言えるでしょう。そんな2人はお互いが認め合った仲であり、信頼関係も厚いと言われています。メジャーから広島に復帰後の15年から2年間後輩の指導も兼ねた在籍で、16年からの3連覇する投手陣の礎を築いたともされています。そんな黒田氏が投手コーチとして入閣すれば、投手陣のテコ入れが期待できそうですね。さらにもう一人、ネット上でコーチとしての入閣が希望される OB がいました。新井氏の駒澤大学の先輩でもあり、広島でも活躍した木下富美男氏です。木下氏は1974年から87年まで広島に在籍、その間に5度の優勝と3度の日本一を経験しています。さらに1991年山本浩二監督の指揮のもと、広島はリーグ優勝を果たしていますが、その時の一軍守備走塁コーチを木下氏は務めています。尾形監督の下でのリーグ3連覇以前のカープ優勝の現場には必ず木下さんがいたと言われていました。また2軍監督の経験もあるため、指導者としては経験も豊富と言えるでしょう。最終的には新井氏の意向によって決められることとなるコーチ陣、つい数年前まで現役だった選手の入閣も十分に可能性がありそうですね。ということで今回は広島カープの人事とコーチ陣の予想について考察しました。ここ数年 B クラスに沈んでいる広島ですが、新井新監督の下連覇を果たした時のような勢いのある広島カープが帰ってくることを期待したいですね。それでは本日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。
このチャンネルでは野球に関するテーマをコツコツ投稿していきますので、よろしければ高評価やチャンネル登録をいただけると大変嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。